山本周五郎作嫁経修言その第3回第3章エビラ沢から南へ20丁余り下った美濃寺へ通ずる崖道の上で疲れと飢えのために死んだように倒れていた乙四郎を発見したのはもう黄昏の色の濃くなる自分だった。冷え切った体に触れた絹枝は絶望の声を上げて泣き伏したが、伊兵衛は自ら乙四郎を担いで近くにある木こり小屋へ運び入れ、二人の花木と共に懸命に手当てを尽くした。一之丞はその間ずっと絹枝のそばにいて、おののいている彼女の冷たい手をそっと撫でながら力をつけていた。半時余りもすると乙次郎は意識を回復した。伊兵衛はほっと額の汗を拭きながら覗き込んで、どこだ、気がついたか。ああ、西谷の兄上様、乙次郎。絹枝は狂気の声を上げながらすり寄った。乙次郎は姉の手へもろ腕ですがりついた。お姉様、帰るのは嫌です。もう家へ連れて行かないでください。私はもう二度と父上の顔を見たくありません。黙れ乙次郎。伊兵衛は少年の肩をつかんで絹枝から引き離しながら叱りつけた。何をめめしいことを言うのだ。家へ帰らないでどうする。父の折檻ぐらいが恐ろしくて波風荒い世間へ出て行けると思うか。兄上様は知らないんです。知らぬのはお前だ。拙者こそ今お前の父と敵同士の間柄だぞ。叔父上がどのようなご気性か、この伊兵衛は幼い頃から骨に徹して覚えているんだ。だが拙者は今負けてはいないぞ。叔父上がどのように横車を押そうとよしと信じていることはあくまでやり遂げてみせる。よく聞け乙次郎。伊兵衛は刀傷を防ぐ手当てをしてやりながら声だけは容赦のない調子で言った。男の一生は戦だ、戦いだぞ。世の中にはまだお前の知らぬ困難や迫害や苦しいことが数知れずある。これと戦い、これに勝ち、これを征服していくのが男子の道だ。15にもなって父に叱られるのが怖さに家でもするような弱いことでどうする。太一、お前は姉さんのことを考えないのか。姉さんをあの頑固な父のもとにただ一人残していっていいのか。それは取り乱していたんです。強くなれ、お前は男だ。15といえば昔なら初陣で一番首ぐらい上げる年だぞ。正しいと信じたら父の折檻などに恐れるな。後にはこの伊兵衛がついている。どうだ。わかりました、帰ります。よし、わかったら姉さんにお詫びをしろ。この吹雪の中をどんな気持ちで姉さんが探し回ったかよく考えてみろ。お姉様。少年はおえつに喉を詰まらせながらそこへ両手をついて頭を垂れた。なおしばらく休んだ後、伊兵衛が乙次郎を背負って木こり小屋を出た。すでにとっぷりと暮れている雪の中を清蔵と村右衛門は伊兵衛を守り、一之丞は絹枝を助けながら海老名沢の方へと戻っていった。慣れているとはいえ膝を没する雪で絹枝は時々のめりそうになったり、くぼみへ足を踏んごんだりした。その度に一之丞は敏捷に手を伸ばして身を支えたり抱き起こしたりしてやった。もの柔らかな、それでいて注意の行き届いた都人の神経が絹枝にはひどく新鮮な魅力であったらしい。いつか半日来の幽門も忘れたように僧帽は生き生きと輝いてきたし、
一度などは艶のある声で高々と笑いさえした。やがてエビラザバの宿口まで来た。そこは二つの丘が迫って浅い谷をなしている盆地で、古い茅の木や杉の巨木の彼方に黒塀を巡らした広い屋敷構えがあり、いくつかの明かりが見えている。それが新右衛門の家だった。伊兵衛は音次郎を下ろして、拙者が参ってはかえって面倒だろう。誰か音次郎を家まで背負って行く者を呼ぶがよい。ここで待っているから。拙者が参ろう。一の城がすぐに進み出た。途中で行き合わせたということにすればよいし、顔見知りでない方がかえってお父上の怒りも軽く済むかもしれない。そうしてもらえば一番よいが、造作のないことだ。さあ。一の城は即座に音次郎へ背を向けた。伊兵衛は背負わせながら力を込めて、音次郎、強くなるんだぞ。と言って肩を叩いた。少年は青白い顔に微笑を浮かべながらしっかりとうなずいた。絹枝は礼を言わなかった。ただ燃えるような瞳でじっと伊兵衛を見つめながら一の城と共に去っていった。第四章。それから数日経った。一の城はどうしたことかそれ以来姿を見せない。来る日も来る日も朝からの吹雪で、嫁教へ通ういくつかの道はすっかり薄まり、治水工事の下ごしらえも当分休まなければならぬ状態になった。山本周五郎作、嫁教修言、その第三回、第四章途中まで、2021年1月27日。